お笑いコンビ霜降り明星が5月31日、日本放送霜降り明星のオールナイトニッポンで、再び元雨上がり決死隊の宮迫博之をいじり倒しました。粗品は以前、テレビ番組で宮迫について先輩じゃないと発言していました。番組中盤、聖夜が突然やめトークみたいな番組、作ってないから、はよ、超えろよと言い出し、粗品は闇営業みたいな場所でと大爆笑。これは、宮迫が光と共にお前、アメトークみたいな番組、作ったっけ?と粗品に反論する動画が拡散されており、それを聖夜がいじった型です。粗品は光くんもありがとう。よだれ垂らして笑いました。知名度ある一般人の方を二人に、あんなに言っていただいてと、皮肉たっぷりに反応。その後もリスナーからのメールで、再び宮迫いじりが続き、二人はむちゃくちゃおもろい最高などと、誕生日会映像に大爆笑していました。聖夜はまず、俺らもいじらせてもらっているから、どっちが悪いとかではなく、どっちもいじれる最高の関係と説明し、お互いがいじり合うっていうね。爆笑してもうた。電話しようかと思ったお前にと続け、粗品もわかる。俺らも、光の誕生日の宮迫が大好きやねん。大ファンと共感を示しました。聖夜は粗品と一緒に見たもんな。なんで行くねん。光の誕生日というと、ついに粗品は我慢たまらず、やっと大爆笑。聖夜は粗品がトリップしてると、大喜びでよう撮ってくれた。あの動画、最高やと宮迫をいじりまくっていました。